会場にいる皆さんは全力で手を挙げてください。今日も生放送で始まりました。こちらの原宿駅前のステージでございます。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、エースの皆さん、それではタイトルコール、あんちゃんお願いします。はい、では会場の皆さん、そして視聴者の皆さん、いきますよ、せーの、原宿駅前ステージ。はい、今日も始まりました原宿駅前ステージでございます。はいはい、赤坂駅から徒歩40分のところでやっておりますね。よろしく。あ、原宿から徒歩1分ですね。はい、よろしくお願いします。さあ、なんと今日はですね、ふわふわの新曲、はい、恋花火の PV が初公開ということで、見どころたくさんあるんですけど、皆さんもう見られました、ふわふわの PV。 さっきちょろっとだけ見ました。そうです。どうですか、キリちゃん、どんな感じでした？キュンって感じでした。あー、いいですね。なんか情報によりますと、はい、浴衣を着てる PV っていうのが、はい、もう ねありましたけども、どうですか、メンバーの皆さん。ひなちゃんは可愛いですよ。浴衣とかは普段着たりとかはします？いや、着ないですね。あー、でもね、似合いそうですけども。りなちゃんは普段は
その夏祭りとかね、普段からは着ない、普段からは着ないですね寝巻きとかでは着ないですけど ね、はい、ね、祭りとか夏は着ますか？たまに。あ、何を振り絞ってみたいなイメージあります？こういった色の浴衣がいいな私だったらみたいな。あ、紺とかですね。あ、暗い色の、紺ね、あ、いい、似合いそうですね、確かに、はい、あんちゃんはどういう蛇柄とかいろいろありますけども。いやいやいや、やっぱ落ち着いた落ち着いた感じがいいですね。なるほど、野菜柄とかね、野菜とか、ナスとかパプリカとかね。なんなんですか。かわいいやつ。今年はもうあんちゃんは芸人として育てていこうと思って。よろしくお願いします。いやいや、拍手もおかしいですよね。さあ、今日はもうね、盛りだくさんでございますんで、もう先月17歳になったひなつちゃん、大人っぽく、じゃあ今日のコーナー振ってもらえますか。はい、お任せください。いや、違う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 。それ大人っぽくじゃなくて、ただのガサガサのおばあちゃんみたいな。クロちゃんの方にお願いします。はい。それでは次はクロちゃんの推しメンです。せーの、どうぞ。